昨年秋、ハイブラベルジャパン発のグローバルグループとして指導したチーム。9月に結成、12月にデビューを切った後、たった1年の間に日本と韓国で怒涛の活躍を続けてきた。デビュー EP、ファーストハウリング、Me、セカンド EP、ファーストハウリング、We は国内各チャートで首位を独占。フェスやイベントには国内外でジャンルレスに登場。 今年の6月からは韓国での活動も本格化し、主要音楽番組やバラエティにも多数出演している。画像、チームメンバー取り下ろし写真チームはデビューして以降、音楽に一貫したストーリーがあり、少年たちが同じ思いを抱く、君、を探し、出会い、世界へ飛び出す勇気を得て、最新作のアルバムは、ファーストハウリングシリーズの集大成となる。 狼たちが仲間を思いと覚えし合うように、内に秘めた衝動を音楽やパフォーマンスで表現し、成長物語を見せてきた。そんな彼らの一区切りとしてこの1年間の振り返りを、お互いの成長評価をはじめ、主要イベントや最新作、未来についてなど、幅広く聞いた。掛井魔法記事最後にプレゼント情報あり、 日本と韓国を往来する多忙な一年間チームのデビューから一年の振り返りをしていきたいと思います。まずは結成一周年を記念したエンデーを9月に日本とソウルで開催しました。記念の日にルネ、チームファンの皆さんと時間を過ごせたことはいかがでしたか風魔、僕たちのデビュー日は12月7日ですが9月3日の結成日も大切にしていて。 エンデーは結成から現在までの活動を振り返ることができるようなセットリストになっていたので、初めて僕らのことを見た方にも、アンドチームのことをより知ってもらえる機会になったのかなと思います。EJ、セットリストが WOLF、Win or ル o s e Fight, The Final Countdown,& チームバージョン、Under the Skin という並びで、デビューからの1年を振り返りながらパフォーマンスすることができました。 k チームはデビューが決まっていた4人の仲間を探すオーディションから始まったのですが、その時から応援してくださっている方々は特にドラマチックに感じてもらえたんじゃないかなと。の皆さんを身近に感じながら印象に残ったことは。滝今回、会場にいらっしゃるルネの皆さんからの質問にメンバーが答える場面があって。ルネの皆さんの声を直接聞いて、 僕たちが答えるということがとても新鮮で、ドキドキしました。での、エンデーも実現しましたね。春、はソウルでの初ステージは6月の2023ウェバースコンフェスティバルでしたが、単独公演はエンデーが初めてでしたし、韓国語で進行しなければいけなかったので、緊張や心配もありました。でも、様々な国や地域からルネの皆さんに集まっていただけて、 僕たちがまた新しい一歩を踏み出せた機会だったと思います。ニコラス、パフォーマンスだけでなく、トークもあるイベントは初めてで緊張しましたが、MC の方もたくさんサポートしてくれて、僕たちも楽しく自然にできました。たくさんの地域から来てくださった皆さんにもとても感謝しています。ユマ、エンデーの前に韓国での活動を3週間ほど行ったのですが、 それがしっかり意味のあるものだったと実感しました。あと、韓国のルネの皆さんに今後もいい作品を届けたいと思いました。思い出深いエピソードなどありましたかユマ、今回は浴衣の早着替えがすごく大変でしたね。ニコラス、浴衣をちゃんと着るのは初めてでしたし、どういうものかも最初はわからなかったのですが、初めてその姿でステージに立てた時はすごく嬉しかったです。 ゆまくんは浴衣が少し恥ずかしいと言っていましたね、笑 EJ 日本のアニメやドラマで浴衣姿で夏祭りに行くシーンなどをよく見ていて。自分も浴衣を着たら夏祭りっぽい気分になれたので楽しかったです。春はアルバムの写真撮影の時印象に残る出来事があったんです。僕が後ろの白い背景を破いてしまって、時間が押した上に衣装も汚してしまったことがあって。 その時にジョー君がさっと来て、大丈夫だよ、と声をかけてくれたんです。いつも同い年みたいに近い距離で話してくれていますが、やっぱりお兄ちゃんだなと心強く感じましたね。最後にケイ君についてお願いします。マキ、レコーディングの時、日本語だけでなく、韓国語や英語で歌うこともありますが、ケイ君は僕に英語の発音を聞いてくれることが多くて、 全ての面で一番良い自分を見せるんだ、という強い意志を感じます。多岐、パフォーマンスのフィードバックを一番くれるのは K 君です。僕はアドバイスを時々受け入れられない時もあるのですが、K 君はそれを理解しながら寄り添ってくれていることが嬉しいです。K 君のおかげで成長できていると実感します。ニコラス、練習の時は自分のことだけに集中しがちですが、 K 君は全体を俯瞰で見ているので、彼のおかげでパフォーマンス全体のクオリティが上がります。そういうところは僕も見習いたいです。ニコラス、僕は最初から K 君は優勝できると信じていました。優勝した姿を見たとき、本当に感動しましたね。僕たちのメンバーがこんなに魅力的で実力があって、一緒にデビューできたことが本当に幸運です。ジョー 優勝した時は本当にメンバーとして誇らしくて、そして怪我なく帰ってきてくれてほっとしました。そこからアンドチームを知っていただいた方もいて、すごく嬉しいです。滝、僕はスポーツを見る機会があまりなく、マラソンはほぼ初めて見たのですが、走っている K 君にずっと感情移入してしまい、ずっと自分も緊張していました、笑でも最後に僕たちのポーズをして1位でゴールした時は、 本当に感動しましたね。では最後に、2年目のチームとして、どんな、縁、を紡いでいきたいですか上、グローバルグループとして、日本の方はもちろん、もっと世界に縁を広げて、ワールドツアーもしてみたいですし、まずは国内ツアーをたくさんできたらいいなと思っています。ニコラス、まずはアジアツアーから始めて、ワールドツアーをしたいですね。 その時は僕の故郷でもできたらいいなと思っています。K、ずっと行きたいと思っているんですよね。早く行きたい。春は、僕はグッズのデザインをしてみたいです。あとデザインだけじゃなくて、例えば一口コーヒーとかどうみんなで考えたら案がたくさんだそう。マキ、いろいろな国や地域の方に僕たちの音楽を届けるために、英語曲も出したいです。 曲を作るのもいいですし、みんなで歌詞を考えるのも面白そうだなと。もっと新しい縁ができるように頑張りたいです。